はいどうも、翔平 TV です。前回100日で120キロを投げたい亀谷選手出演してもらいましたが、なんとこの後翔平 TV にツーシームを教えてほしいという話がありましたので、緊急企画、亀谷選手にツーシームを教えます。いいっす、いいっす。ちなみに変化球とかって、はい、キャッチボールで投げますか？アップで。アップ日によります。日によります。投げない時はブルペンで投げるんですか？俺そういう感覚がなくて、キャッチボールでなんか今日の変化球の変化度、曲がり度、抜け度とかそういうのを確認しちゃうんですよ。それで、ああ今日はこんな抜けちゃうなってなったら微調整する微調整する、そうで、近い距離になったら投げてみるみたいな。で、うまく抜けずにここに決まったら、あ今日いけそうかもな、で、初めてブルペンでガッツリ投げるみたいな、力入れて投げるみたいな。結構変化球をお持ちですか？カーブとフォークとスライダーと何でしたっけ、あとナックルとツーシーム教えてほしい。ツーシームですか？ツーシームなんか使ってるんですけど、はい、あんまかからないことが多くて。本当ですか？ちょっと待ってください。両平8軽く軽く投げてくれるんで、ツーシームをしてるんですよ。あ、立ちでツーシームを。ああ投げてあれ威嚇がしたで、マジで怖くなるわ。怖い。まさかの。では、まあ、ツーシームね。ツーシームこうで、さっきストレート多分の握りの多分形は多分こうだったんですけど、ツーシームになると俺ここに少ししまう親指を真下の方にできる。これをしまう。指先でこうしっかりこう、なんていうんですか、こうじゃないですよね、この辺りで、そうこの辺り、もうちょっと違う、この辺りでここでロックした状態でぎゅーっと持ってくるだけで、ここ閉まっとくと、もうなんていうんですか、まっすぐしかいこれもう行かないんですよ、絶対。そう、行かないんで、ここでイメージは投げるときにこういうイメージ。親指で、親指と人差し指と親指で、少しこう親指でこう持ってくる、押す、こっちにこう押す、で、これはこっちでこう押す、こういうイメージですよね。押し込むときこう、これが速いスピードで曲がるやつで、もう一個あって、もう一個はここに指をかけた状態、さっきこうじゃないですか、はい、中指をギリギリまで開く、この状態で、うわ、ここ足、横にした状態で、親指はこの斜め下か状態で、なんかさ、投げるともうこっちしか行かないなって感じしないですか？はい、なんか俺のイメージだと、このボールの軸がこう真ん中にあるじゃないですか。で、こう持つことによって、まあ、持つ場所がこっちだと、ボール自身の軸もなんかこっちに行くみたいなイメージが俺あるんですよ、勝手に、はい、イメージしながら、まあ、軽く、なんだろう、ひねるとかするんじゃなくて、押し込む時にちょっと人差し指をこう押す。あれ？進化習得、イエーイ。進化習得。こういう回転というのは、こういう回転ですよ。薬指を下にして、手首もしなりを使って、人差し指で押し込む感じ。行ってない？軽く投げると今のところいいっすね。これが試合になってピッて投げてどうなるか。あとは、あ、ちなみにあれだね、この人差し指は縫い目の内側にかける。そうっすね。あ、そうそれでこう引くできます。いや、簡単っすよ。いや、それじゃ何も考えずに、はい、その握りで、はい、人差し指をリリースの時にちょっと押す、それだけちょっとやってみてください。押す、
どうすか、いいよね。じゃあもうちょい両平、前、前じゃない、後ろ下がって。おい、よくない、お、よかったよかったよかった。あれ、ツーシーム習得も今お、いいじゃん今のが良かった。めっちゃ動いたわ。この辺もうちょっとさ、グローブを動かさないようにさ、取ってくんね。浮かしてもいいです。初めてだし、それをこうキャッチボールとかで鳴らしていくと慣れます、絶対。お、いいじゃん、いいっす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 。で、一つ言うことは、ツーシーム投げすぎるとストレートおかしくなるんで、ツーシーム投げたり、ちょっと一回こうカーブ挟んだり、まっすぐ挟んだりした方が練習の時はいいですよ。はい、まっすぐ行きます。その力感でツーシームをじゃあ行ってみましょう。ツーシーム行きます。あれ、曲がってる、曲がってるおー、曲がりました。じゃあこれで習得ということでいいっすよ。はい、いいと思いますよ、マジでマジで。これで試合で、まあ、その握りでもいいですけど、ストレートと同じように投げるのとちょっと腕の振りを抜くとさらに落ちる。指先一緒ですよ、指先のこの押しは一緒だけど腕の振りを変えるとさらに枝分かれして変化変わってくる。いいと思います。はい、そんなことしか。120キロ投げる女子になぜ俺は変化球を教えているのがすごい謎だけど、もしね120いかなくても変化球もあるし、今まで頑張ったその球速アップしようと思ってる気持ちがあれば抑えられます。気持ちで、気持ちですよね。はい、大事なのは試合で勝つことです。てな感じで頑張ってください。頑張って。じゃあ Twitter をじゃあ動画のリンクに貼っておきますんで、皆さん応援してあげてください。お願いします。120キロ頑張ってくださいね。頑張ります。なんかすごいゆるゆるな動画になってたけどプロターみたいなゆるゆるになってたけどさ、大丈夫か。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんだよね。そうそうそう。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです。現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします。革、はい、自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。
Rainbow Play Life 8キロ